さあ4枚で割るんですが、もう2ターン目からバッチリアクションしていける。そうですね、ようやく過酷な指導者剣ら土地2枚で、戦術も上だったんで、多分強力なクリーチャーだろうと。スペルではないですね。いよいよ試合が開始されましたね。ハゾレットでしたね。ハゾレット、まあ、ハゾレットはもうドラマメーカーですね。これはそうですね、4ターン目これも通るようなことがあれば。おっと、ここで地味に2点が これはけど出され慣れてないと忘れちゃいますね。これは土地の能力でもダメージを食らってしまうという。今対応して起動しなかったので2点が入っちゃった。これ僕も全然気づいてなかったですね土地はいろんなデッキだったのもなかなか食らわないんで、まるでモダンですね、フェッチ切って。さあ、ただ田中選手の視点としてはもうこのゲームはしっかり取っていきたいところですけどね。相手がトリプルマリガンといって大きなチャンスなので。さあ、しかし三ツ矢選手もかなり乗っている。まあ、一応ここは致命的な一押しが、そうですね、ありそうですね。致命的な一押しで過酷な指導者を除去。だ、剣羅というカードもこれもなかなかすごいカード。そうですね、下の能力なくてよかったやん永遠なくても強いやんっていう2-1 速攻ブロック負荷っていうだけでも十分全然使われると思います、ね、まあこれがまたやっぱりラムラプレットが長期戦でも戦えるって言われる理由の一つなのかなと思うんですけど。そうです、もうマナフラットほぼしてないんでこのデッキ。ラムナプの遺跡もあるし、ハズレトもあるし、剣羅の、永遠能力もあるので、環境で一番マナフラットに強いデッキがビートダウンという不思議な。しかし徐々に田中選手が、まあ、除去で押し返せるようになってきました、ね、こうなると盤面を1回さらにしてライフがまだ13と豊富なので。あとはブラスカの侮辱を引けているかどうか。お、ライトニングストライク。さあ、しっかり本質の産卵を持ってますね。おさあ、打ち消し呪文を大量に持っているので、ハズレットが通ることはなさそうです。さあ、この土地の速さは。おお、スカラベの神が出てきましたね。おお、しかし、しかしこれは強い。これはいや、これはいいですね。ここで引けないとやっぱりスカラベの圧力に屈してしまうゲームになりそうでしたけど、ここで5点入ったらもう全然ゲームが分からなくなりますね。ハズレットの能力もありますし、土地だけでもかなりの ダメージが見込めるので。見えていると思って、これはもうブロックを、しましたね。さあ、まあ、一応田中選手もプランがなかったとしても、まあ、毎ターンスカラベでブロックしてれば一応クロックが2点になるので、まあ、最悪もう本当に手札に何もなかったとしても、そういうプランでも、ドローしながら延命はできると。まあ、ただこのターンは本当に大きくゲームを分ける一体になりましたね。今は本当、ね、ハズレット以外だとほぼ終わってたと思いますけど、一応手札に打ち消しはあったので、あそこはもうスカラベの神を出すか打ち消しを構えるかみたいな。そうですね、あの状況はどうなんでしょう。スカラベの神を出すべきなのか、ハズレットを警戒して打ち消しを構えるべきなのか。うん、ちょっと他の手札にもよりますけどね。まあ、ただ田中選手はブラスカの侮辱なりなんなり、ハズレットに対処できるカードを引けば大きく有利になるので。さあ、この、神が身を挺している間に引けるかどうか。ハズレットの起動型能力もあるので、そう、毎ターン2点は絶対に確定してるんですよね。そしてここで3点本体。で、田中選手のライフが7という。神々の遊び半端じゃないですね身を挺して止める神と。
ここで土地を光康選手が降りたということは手札がないのでハズレット能力を起動できない、まあね、ラムナップの遺跡があるので今手札にあっても場にあっても一緒でなおかつ墓地にケンラが2枚あるのでなるほど、まあ、多分このターンは何もしてないと思いますね。仮にスカラベが出てきても多分アンタップまでは行くと思います。さあスカラベを出して、三田選手はおそらくこのままアンタップして土地が引けたらケンラを出すのもありえますね、ハズレと通して2まで行っちゃうともうハズレと能力だけで死んじゃうので、さあしかし残念ながら土地は引けなかったと。まあ、でもクリーチャーであることは別に悪くはないです ね、 そうですね。継続的にダメージが入る方がもちろんいいの で、 で田中選手は土地を引かない限りはもうずっと神を出し続ける以外のアクションが取れないので、もうすでに4ターンぐらいずっと続けてそうですね。で6枚目の土地を置くことができましたが、さあこれで本流の機械巨人なりなんなりもうとにかくちょっとその毎ターン5マナを払うってアクションをやめることができればゲームが大きく動きそうです。そして本流の機械巨人は多分持ってましたね。なるほど、こうなってくると、さあしかしもう気づけばライフは5。あー強い、あー強い、本当にただの土地かとさあただ三安選手 もうこのターン、神を出してこないってことはもうほぼ 100% 機械巨人っていうのは分かってると思うので、まあ、それを踏まえた上でこのターンどう動くか6マナ構えているということは、そうですね、それで、スカラベの神を呼ぶのをやめているので、まあ、なのでこのままケンラを出して突っ込んでしまうとケンラにプッシュが飛んできて、ハズレとは神、本人の機械巨人でブロックされてしまうので、まあ、全て失ってしまうというか、まあ田中さんの思い通りのターンになってしまうので、ここはハズレとのみでアタック、これはうまいですね。それで戦闘後に剣を出した方が得するので、まあ一番選択肢が多いプランを選んだ。さあしかし剣羅ではなく、ラムナップの遺跡の軌道ですね、そうですね、を選んだ。一応これで田中選手のライフ5ということもあって、もう全然ね油断できないですよ。ほっとくと3ターンだけで死んじゃうので、現地でまだブラスカの侮辱を見ていないというのもあって、さあ田中選手手札に不許可が2枚あったんで不許可はかなり強いですね。この状態において起動型能力を、そうですね、土地も消せますし剣羅の戻ってくる能力も消せますし、許可は消さず手札にあれですね、本質の適質もあるので、三安さんが思っているよりかはかなり時間がかかってしまう。見た目田中選手のライフが6まではいくっていうことなんですかね。6までいく上に不許可で2回起動型能力をずらされてしまうの で、 で三安選手はもうリソースの関係上絶対1ターンに1回しか、することがないので、ハズレットの起動かラムナップの遺跡起動しかできないので、なかなかあのスカラベの神に時間を稼がれてしまったのが痛いそうですね、 ですね。田中選手もあのずっと貯めとけばいいってもんじゃなくてどっかで何かを使い始めなきゃいけないので、そのタイミングをどうするかですね。さあこれを消して、これを不許可、またこういう風に早めに消しといた方が相手から見るとギリギリに見えるんで、もうないのかなっていう風に思わせられるんで、できるだけ1枚目は早く打った方が相手を惑わせやすいと思います。すごい強者1枚目が遅いとちょっと難しいんですよ、まあ、それはそれでないように見えるかもしれないですけど、1枚目がこのタイミングだと。なるほど、さあ実は田中さんはあと本質の適質と不許可とまだ2段構えなので、ここでまあ三安選手にアクションがないようだったらもう適質打ってスカラベ出しても良さそうですけどね。ちょうどあの墓地追放する土地もなくなったので、そろそろ反撃を開始するっていう、そんなハズレと能力を起動。三安選手もあれですね、さらなる不許可を警戒して青々がないうちにちゃんと起動しておくと。さあしかしここで田中選手の
本質の摘出。この遠いですね、残り4点が、ね、まあ、ただ一応2枚で死んでしまうので、ね、田中選手1回消せるとはいえ結構急がないと。ここまで三橋選手に一度もダメージを与えることができていないというのもあって、ちょっとまたハズレとブロッカーとしても一流ですからねさあだからここはもうブラスカーの侮辱を引きに行くプランですね、こっちは。さあ引けたように見えましたね、土地とブラスカーの侮辱かな。土地側もしかしてタップインの土地なのかな。いや赤黒のアンタップインに見えましたが、さあ1枚だけ上、さあ引けましたね、引けましたね。こうなってくるとちょっと三橋選手には厳しい展開。そうですね、もう手札も今ゼロなんで、まあ、ただ墓地に剣羅が2枚あるんで、まだ攻撃に移れない、まだ油断はできない。次からですかね。さあこうなると三橋選手はもう土地からのダメージも2点しかないので、剣羅を出してとりあえず盤面のプレッシャーを確保するしかなそうですね。田中選手はけどもう1マナで9マナに到達してしまうので、もう1マナとスカラベの神だと、墓地に1枚だけ残っている剣羅を追放してってやるとかなり攻撃に移れそうですね。確かに。おしかしエンド、これはけども相当田中選手有利ですね。手札に不許可があるんで、9枚目の土地がなかったとしてもスカラベの神不許可っていうアクションができるんで、もうコントロールのいろいろ構えて、もう次の打死にますね三橋選手は。アズカンタですね、アズカンタの探索をプレイしました。お、スカラメの神出さない。スカラメの神出してると次の打積んでそうでしたけどね。何か釣ってアップキープに言うはずで1点で、相手のライフが14になって釣った44と56と55なんで、でアズカンタ出さずに不許可構えにしとけばもうバンジャックだった気もしますが、ただもういろんな方向から締め上げられてますね。アズカンタあるわ、カウンターもあるわ、スカラベの神、あ、本流の機械巨人まで。そうですね、次のアップキープにもこのアズカンタも変身してしまって、もう今が一番楽しい時ですさあそろそろ何でもできるぞ。で剣羅を戻したい。もうこれは肉なり、もう、いや肉なり、ん、煮るなり焼くなり何でもありますからね。ブラスカの侮辱もあるしプッシュもあるし、ここに不許可が飛んでこないということは、ということは2枚目の巨人さんがほうほう、天才の片鱗もあるんですね。天才の片鱗、さあ ここで、これでもう三橋さんが登場。いや、トリプルマリガンでしたっけ今、トリプルマリガンですね。すごいです、あと一歩でしたからね本当に。やはりハゾレトというカードがすごいですね。あれ1枚でここまでライフ削ったっていう、あと過酷な指導者の2点ぐらいですかね。そう、まあ、あの序盤にちょっとずつクリーチャーが、小粒のクリーチャーが削ってはいましたけど、さあ今度は土地が多いですけど、カーリゼブからしっかりスタートが切れる。ちょっと空白の3ターン目が埋められるといいですけど、戦術が上だったんで。お、でもフェロキの見せてます ね、 すね。さあこれで 2,3,4 としっかり動けるんですが、田中選手も致命的な一押しでしっかり対応していきます。さあ三橋選手が、お、チャンドラを引いていますね。かなりいい流れですね。でまた 3,4 の動きができるので、通るか通らないか。田中選手否認持ってそうですね。田中選手、打ち消し呪文はかなりあるんですけど、このフェロキドンが死ぬかどうかと青マナがしっかりあるかどうか。フェロキドンはどうやら通って生き残りそう。お、しかし青青はない。三橋選手ハゾレトもいますね。そうですね、
さあたら青マナが一つしかないので不許可は打てないんですけど、それでも、否認であったり本質の適す、あ、違う、本質の産卵であったり思考の意思だったりはあるので、どっちからいくか。ここに否認が刺さりましたね。今三安選手としては普通に考えて本質の産卵の方が枚数が多いだろうということで、ここでサイドボードカードの金製品の黒幕ま、ね、まあ、ただ相手はしっかりねフェロキドンのおかげでもうほぼ能力なしに等しいですね。そして三安選手としてはここで外れてもしっかり通せるのでビッグターン。おお、チャンドラもすごい。さあしかしここは外れとですかね。それとの方が勝ちは近い。マナの立て方もなんだかハズレと風ですね。これそうですね、赤赤。悩んでますね。多分もう田中選手ハズレとのアタック通せないと思うんで止めそうですけどね。さあ意を消してハズレとを出してアタック。一応まあチャンドラの敗北とかの可能性もちょっとマナ的に考えられるんで。あ、そいつが威迫を持っているからブロックできない。さあハズレとをチャンプするかどうか。これはけどやっぱりサイドボード後のコントロールの難しさというか、今、サイドインした小熱の連続攻撃もしっかり手札にあるんですけど全く効かない状態なので。確かに2点ダメージで処理できるクリーチャーがいない。そうですね、三谷選手の手札、チャンドラなんで全く効かないですね。もう昔のビートダウンとはやっぱこの辺が違うんですよ。サイドボード後が全くメインボードに合わせてサイドボードするだけだとちょっと効果的じゃなかったりするので。ここで田中選手のライフが一気に7まで削れましたね。さあそして土地もタップインでこのターンを止めるしかなさそうですね。さた、じゃあ選手はもうここまで来れば結構どこからでも行けそう。そうです、もうチャンドラ行っちゃった方がいいと思います。チャンドラカウンターされたとしても、相手チャンプして、フェロキドンが通って残り4でもう一応盤面で勝ってる状態までいきます、ね、そうですね、外れそう。あ、チャンドラがこれ通るようなことがあればもうそのままこのターン死んじゃうんで。さあ通りました、通りました。これで8点。しかしここは紛争をうまく生かしてしのいだんですが、ライフが2で場にはラムナプの遺跡、チャンドラ、ハゾレトというこの3種類すべてをどけないといけない。何もかもここで準決勝もう一択の方がゲームが終了したようで、ティムール打撃隊を使用していた高野選手が決勝に駒を進めたとのことで、すごいですね。これはもしかするとティムール打撃対グリコスコントロールという今のスタンダードのアンチテーゼみたいなマニアック対決になる可能性がさあしかし三安選手見事に1本取り返してこれから3本目に。コントロールってまあ実は後手の方が、まあ、赤タンと対峙するにあたって後手の方がキープ基準ははっきりしやすいかなって感じはするんですけど、ほう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 、もう後手だと2マナいかなかったらどんなデッキでも大体マリガンするんで、先手でもそれを厳しくできるかどうかは大事ですね。三谷選手は手札割と良さそう。そうですね、今回はバランス良さそうに見えましたが、で田中選手がちょっとうなってそうですね。手札の様子はちょっとよく見えないですが、お、キープ。土地が少ないんですかね。あと青マナがもう一つないとか
何らかの剣らから動き出した。三ツ矢選手はかなり手札充実してますね。これはもう、お、島を引いたみたいですね。これで手札にある不許可と本質の摘出を構えることができている。さあ三ツ矢選手の手札は稲妻の一撃2枚ハズレと栄光をもたらすものというラインナップですが、田中選手は、ブラスカの侮辱と天才の片鱗がありそうですね。あと本質の摘出、ちょっともドローサポートを打たせてもらう隙はしばらくなそうなので、それまでしっかりさばいていけるか。確かにボーマットの球種もすごいカードですね。なかなか強いですね。この状態でこっちを除去らなきゃいけないぐらいのプレッシャーがあるっていう、うん、ちょっと放送席に戻っちゃいました、はい、レイジングゴブリンがこんなに強くなって、いやさすがにそれはちょっとこいつに失礼レイジングゴブリンではない現実を砕くものを僕よくスキジックって言っちゃいますけど、それ以上ですねギャップは。さあ本体に一撃、もう押せ押せですね。そうですね、あとは大事なスペルをいつ唱えるか。この剣らもいつかどうにかしなきゃいけないですが、安一門。さあすみません、三ツ矢選手の手札残りがハゾレと山、栄光をもたらすものですかね。結構もうゴリゴリ、そうです、まあ、こんなの通せないんでね、何かしらアクション通した。お、ここにブラスカの侮辱を当ててダメージはなしと、うん、田中選手ここ青マナが3つしか、あ、2つしかないので黒幕不許可って動けないんで。なるほどなるほど、黒幕があれば一応剣らも止まりますし、そうですね、まあ、最悪通してもいいですし、ただちょっと青マナの都合でそれができない。ちょっとやっぱりダブルシンボルが多いデッキだから、うん、そうですね、やっぱ赤赤黒黒青って全部入ってるので。ただそろそろもう本流の機械巨人のマナ域に突入するので。そうですね、この水準まで結構ライフ残せているのは。でもグローリーブリンガーが出てきた。さあこの辺からですかね、そろそろ田中選手も、手札の打ち消し呪文が尽きてそうなので、天才の片鱗黒幕みたいなターンが来そうですけど。さて、どうやら致命的な一押しを引いたんですかね、これは。そうですね、このターンのアクションはさあどうなるか。これで返すということは致命的な一押しと天才の片鱗を2つあれ、そうですね、ハズレトへの対抗手段があるかが大事なターンですが、さあこれでハズレト、お、お、しっかり持っている、持ってますね。さあこれはかなり落ち着いてきましたね。ようやく一息つけるって感じですね。こうなるとけども墓地の剣らぐらいしか三ツ矢選手の脅威がないので、多分ここまでに除去と打ち消しとほとんど使わされてしまっているっていうのもあり、2アクション取れずですかね。さあ三ツ矢選手はここでけど2アクション土地を置いてボーマッ
とケンラですかね。さあここで、モーマトにスタックで一押しがあれば、ここの一押しもでかいですね。4点軽減できる。一押しは見つからずですかね。ここであれですね、海賊以外2点かな。このケンラに届かない。さあちょっと三谷選手はね、ラムナップの遺跡がないのが、あと1手が、そうです。このターンはボーマとも死んじゃうので、本当にもう出し切ってはいるので、で2マナで1-4。さあここですね、ケンラに対する対抗手段があるか。2枚目ピアナラーですね、引きが。これはけど綺麗にあの海賊以外に2点がはまりそうな。そうですね、ちょうどあのボーマットがいるんで、能力起動もあるんで戦闘前に出す形になってしまったんですけど、綺麗にはまりそうな。となると一応見た目で通るのはケンラだけ。ケンラブロックされてしまうとダメージがこのターン発生しないですかね。まあ、ただ三谷選手はもうブロック負荷を使おうかどうか悩んでるんで、ピアナラの一番下の能力で相手にアンブロッカブル、アンブロッカブル、ブロック負荷能力を使って、一応何にもないと足りてるんですけど、さすがに1枚2枚の妨害はあると思うので、さあそうですね、まあ、まずはこれが解決するかどうか。お、しかしこれは一押しも持っている。おおすごい、これは全部さばききりましたね。そして全体2点。さあしかしこれで田中選手も手札がゼロ。返したもののここからどうなるか。ピアなら海賊だったりしないですよね。結構海賊で検索したんですけど、カーリゼブ以外はほとんど違う。残念。さあこれに対応してボーマットで1枚の手札を。さあ噂の海賊が出てきましたね。さあただこれラーガバンをブロックされるとプラマイゼロなんで、これではカーリゼブもなんかいろいろ能力がつきすぎてる。伝説のクリーチャーとはいえすごいクリーチャーではあるんですが、とこの状況だと。ただ田中選手も手札が0枚なんで、さあ引いたのはサイクリングランド。いや本当に不思議なことで、こうなると普通はコントロールが昔だと勝ってたんですけど、なぜか赤タンは粘り強いため、まだまだわからない。これでもうラムナップの遺跡を引くだけでも結構変わってきます。 そうですね、やっぱそれが全然違いますね。ただ土地が入ってるだけと能力付きの土地がたくさん入ってる。さあまあ盤面に関しては今、ダメージは0点という状態です。うわっと、グローリーグリンガー。そしてこれはぴったり、もう5マナ44飛行速攻滅殺1みたいなもんですもんね。すごい。さあちょうど7点でゲーム終了、はい、第10期スタンダード紙挑戦者決定戦準決勝は、田中瑞希選手と三安祐希選手、グリクスコントロールとラムナプレットの試合で、三安祐希選手が 2-1 で勝利を収めました。